それでは今日は陸前高田市に、ボランティアで、来ている、この人数のツアーを主催して、来られている中島さんにちょっとお話を伺っています、はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。今回どういうメンバーで何人ぐらいで来ているツアー？学生と社会人が混ざって、ね、45名ぐらい、現地交流もちょっと含めて50名弱のツアーが集まっています。陸前高田の、松原を復活させるための、一歩ということで、この一面を、起こして春に苗を植えるための準備で、これを起こして、今度はここに苗木を植えて、はい、でその苗木が育ったらこれを高田松原の跡に植えて、そうですね、はい、それのスタートっていう、はい、あと見てる方が気になるのは、冬のボランティアどんだけどんな装備で大変なんじゃないか、なかなかこう揃えたりとか新しく買ったりとかっていう、今どういう格好で？今日はですね、このあったかパンツ、あったかパンツ、なんかフリース、なんかフリース、メーカー名言っていいんですか？まあ言わない、あったかい、あったかいやつ、寒い時もあったかい、下がりレギンスを履いてみて、じゃあそんなに別になんかこう探検に行くような、そうはフリースの、もうこれぐらいですかね。中ずっともう一枚。じゃあ普段着てるあったかいものをかけられてなければ、まあ今日ちょっと天気いいのであれですけども、まあ、作業すると暑くなってちょっと脱いだりする。昨日はちょっと風が強かったんでこれでも寒かったですね、うん、あとカイロを長靴の中に入れたりとか貼ってたりします。じゃあ工夫すれば、そんなにこう心配しなくても着てみればできるなら、はい、冬になってボランティアも冬だから寒い、雪が降ってて何もすることないんじゃないかっていうふうに思われている方多いと思うんですけども、来てみてどうですか？来てみて感じたことは、まだまだ、現地でお手伝いしたことがたくさんあるなと思います。で、来てみることで感じ取れることもまだまだ感じたことがありますし、これも今日守る会の地元の皆さんも10名ぐらい毎日5、60名でやってますけど、これ5、60人でやった比較的行きますけど、例えば10人でやるとなると5、6倍時間かかるわけです。今来てくれて嬉しいみたいな話。ああ、なるほど。やっぱ少なくなってきて、はい、忘れないでずっと思っててくれるっていうのを伝えることができるっていうことですかね。それは僕らも来て自分の欲しいっていうか、本当に役に立ってるのかなと思いながら来ている中で、これは自身も新しい発見があって、それぞれが今関わってですね、また来たいなっていう気持ちになっていって、まあ来ようと思って一歩止まっている方がいるんであれば、ぜひぜひ来ることを僕はお勧めしたいなと思います。ありがとうございました、はい、皆さんもぜひ冬ボラに、春ボラも、夏ボラも、秋ボラも、秋ボラも、ずっと来ていただければと思います。今日はどうも作業中に、はい、ありがとうございました。